瞑想の中でもカジュアルな瞑想がおすすめです。具体的に言うと、会議をしている時とか、自分が友達といる時とか、何でも構いません。あらゆる時に、一旦自分の何かに注意を向けてください。例えば、体の表面の体温とか、服と体のこと表面のね、触れてる感覚とか、T シャツの着心地とか、ぶら下げてるネックレスの重さとか、頭のね、とかその自分のおでこが書いてるですね、汗の量だったりだとか、何でもいいんですけれども、そういう風に一点に集中するんですよ。で、こうするとどうなるかっていうと、自分が今、常にここに集中してるって感覚があると、ある意味全てのものが定点観測になって、安定して周りを見えるようになるんですよ。これがすごく大事なんです。で、それで、人間が絶対にやめないことで、常に意識ができることって、やっぱ呼吸が一番意識しやすいんで、だから瞑想って座って呼吸しましょうって言うんですよ。でもこれ座ってやる必要は全くなくて、会議してるとき、歩いてるとき、こうやって、僕みたいにこうやって喋ってるときもそうなんですけど、僕も例えばこうやってずっと集中力発揮して、ね、ずっと同じペースで、こうやってさ、ワインとかさ、もうこれさ、どれくらい飲んでるか見分かってますね。マグナムボトル半分くらいとか言ってますから、うん。普通にさ、ワインボトル今日1本以上飲んでるわけですよ。他にもいろいろ飲んだんですけども、はい。そういう状態でもこうやって安定して喋るのはなんでかというと、僕は常に自分の呼吸に意識を向けながら喋ってるからです。こうすると、呼吸に意識を向けている時点で、注意力がここに固定されるので、すべてが客観的に見えるんですよ。で、この方法が本来はマインドフルネスの考え方なんですね。で、これを学ぶためには、やっぱりラリー・ローゼンバーグさんの方が一番良くて、この本をお勧めします。最近出た本ですが、非常にわかりやすいです。目覚めの3つのステップって本ですね。ちょっと怪しいタイトルに見えますが、目覚めってそういう意味じゃなくて、目覚めってのは自覚するっていう意味です。アウェアネスっていうの日本語に訳すと目覚めになっちゃうんですが、要するに、自分が今何のために何の行動してるのかってことに気づきましょうぜって話なんで、よかったら見てみてください。やついて。続きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。